こんにちは、バーバです。今日はこの立体的なお花の作り方をご紹介します。このお花ですが、実は伝統的な折り紙の折り方であるこの紙風船と三方の折り紙をこのように重ねて組み合わせたものになります。上がこのように四角い形にはなっていますが、この部分がお花で、三方のこの両側の部分が葉っぱに見えて可愛らしいお花に仕上がります。ではこの紙風船と三方の作り方をご紹介していきます。用意するのは通常の15センチ四方の折り紙が2枚です。1枚がお花、1枚が葉っぱの部分で、こちらで紙風船、こちらで三方を折っていきます。まずはお花になる紙風船から折っていきます。色の面を上にした状態で縦と横半分に折って折り筋をつけます。折り筋をつけたら開いて、裏返して白の面を上にこのような向きで置いて、今度は三角形に縦と横半分に折って折り筋をつけます。開いて、色の面を上にした状態で、今ついている折り筋通りにこのように三角形に折りたたみます。三角形の長い縁が下になるように置いて、下の2つの角をそれぞれ上の角に向けてこのように折り上げます。裏返して、こちらの面でも同じように下の角をそれぞれ上の角に向けて折り上げます。上にある2つの角のどちらか1つを下の角に合わせてこのように折り下げて、中心のところに軽く印程度に折り筋をつけます。軽く折り筋をつけたら開いて、右の角と左の角をそれぞれ今目印でつけた中心の折り筋のところに合わせて、外側の角を中心にこのように折ります。反対側の角ももう一つの角に合わせて、このように角を中心に合わせております。裏返して、こちらの面でも今と同じように折っていきます。まず中心に軽く目印程度に折り筋をつけたら、その折り筋のところを目安に両側の角を中心に合わせております。このように角を内側に折り込んだら、次は上の角をここの縁に合わせてこのように角を外側に向けて折ります。そして外側に出っ張ったこの角を
この中心に合わせてこのように内側に折り込んで、そして今折ったこの角をさっき内側に折り込んだこの三角形部分にこのように隙間ができているので、この隙間のところにこの今折った出っ張っている三角形部分をこのように挟み込みます。ぴったりこのように内側に挟み込むことができます。反対側も同じように上のこの角をここの縁に合わせてこのように外側に折り返して、そして外側に出っ張った角を中心に合わせて内側に折って、今できたこの三角形部分をこの下の三角形にある隙間に入れ込んでいきます。裏返してこちらも同じように上の角を折っていきます。ここまで折れたら、上の角と下の角のうち、上の角は閉じていますが、この下の角はこのように少し隙間が空いています。この隙間から息を吹き込んで、立体的な風船の形にしていきます。4つの角をこのように十字になるように広げて、そしてこの角と角、対角線の角と角を持ってちょっと外側に引っ張るようにしながら、この隙間のところから息を入れて膨らませていきます。この角と角を持って真横に突っ張るようにしながら、この隙間から息を思いっきり吹き込んで、このように少しずつ膨らませていきます。ちょっと最初はいびつな形になっていると思いますが、この角と角を結ぶ線で縁がこのように広がるように、ある程度膨らんだら手で形を整えながら、何回か息を吹き込みながら、このように綺麗な紙風船の形に仕上げてください。これで紙風船の完成です。これがお花の部分になってきます。次は葉っぱになる三方を折っていきます。白の面を上にして縦と横半分に折って折り筋をつけます。折り筋をつけたら開いて、
4つの角をそれぞれ中心に合わせております。このように折れたら一度裏返します。下の角が上の角に合うようにこのように半分に折ります。さらに中心の線で半分に折ります。今折った一つの角を真上に立ち上げて、立ち上げたこの中をこのように広げて、ここの角が上の角にぴったり合うようにこのように四角形に広げております。裏返してこちらの角も今と同じように一度真上に立ち上げて、立ち上げた角のこのように広げて、角が上の角に揃うようにこのように四角に広げております。この先端に集まってくる角がすべてぴったり揃うようにして折ってください。このように折れたら、中心の縁のところから指を入れるようにして、このように中を広げていきます。中心の縁からこのように広げて、そして上のこの角を下の角に合わせるように、このように四角形に広げております。裏返してこちらも今と同じように折ります。中心の縁から中を広げて、真ん中の角と角が合うように、このように四角形に広げます。一つの角をこのようにめくって、今横にあった面を表に出します。裏返してこちらも一つの角をめくって横にあった面を表に出します。そして右の縁と左の縁をそれぞれ中心に合わせております。裏返してこちらの面でも同じように右の縁と左の縁を中心に合わせております。ここにある折り目のところで上の角を下に折り下げます。裏返してこちらも同じように中心の折り目のところで角を下に折り下げます。ここまで折れたらこの中心部分を広げて三方の形にしていきます。上から指を入れるようにしながら底の形を整えていきます。裏から見るとこのように上げ底の形になってきます。
この両側の部分が真横に広がるようにして形が整ったら、これで三方の完成です。さっき完成した紙風船と組み合わせていきます。息を吹き込んだこの穴が真下になるようにして重ねると綺麗な面が上に出てきます。このように三方に紙風船を挟み込んで、これで立体的な花の完成です。伝統的な紙風船と三方の折り紙でできるこの可愛らしい花、ぜひいろいろな色で作ってみてください。